日本政府は28日、韓国にある民間植物園に設置されたと報道された、いわゆる安倍謝罪像に対し、もし報道が事実なら、韓日関係に決定的な影響を及ぼすことになる、と論評した。日本政府スポークスマンの菅義偉官房長官は、この日、午前、定例記者会見で、関連質問に対し、まず事実かどうかは確認しなかったが、そんなことは、国際儀礼上許容されないと思うと述べた。先立って、韓国マスコミは、関門道平壌にある韓国寺生植物園に、安倍晋三首相を象徴する人物が、慰安婦少女像の前でひざまずいて謝罪する、造形物が設置され、来月の除幕式が行われていると報じたことがある。韓国の反応。日本が国際儀礼を論じる資格があるのか。真の政治外交の後進国のようだ。国際的な観点から望ましい行為ではないと思うが、日本では医学の書籍が溢れていて、ベストセラーも数えきれないほどなのに、日本の官房長官は言うべきことではないだろう。日本と断交せよでは、医学書籍が日本の書店でコーナーになっているのは、個人が安倍首相が謝罪する銅像を作るのが犯罪か、国家がやったわけでもなく、個人がやったことなのに、表現の自由も知らないのか。民間のやることが国際儀礼上許容されなければ、日本の書店にある医学流コーナーも許容されてはならなかったでしょう。医学書籍がベストな日本が言う言葉ではないと思いますが、政府が主導するなら問題だが、民間人がどうしろって。絵を描いたり、彫刻像を作ることが何が問題ですか？日本が大韓民国国民の自由を抑圧するのですか？日本は同じ戦犯国であるドイツがした謝罪の姿を参考にしろ。金日成主席がひざまずいて謝罪する銅像は作らないのか。反日は精神病朝鮮式官製外交いくら安倍首相が憎く日韓間に宿願があるとしても、それでも一国の国家元首がひざまずいている銅像を展示するのはひどすぎる。立場を変え、他の国で大韓民国の大統領がひざまずいている銅像が展示されるとしたら、何か実益がありますか？精神勝利ではなく、本当に勝ちましょう。今の韓日間の葛藤を、このような感情対応で長老するのは、愚かなことだ。無論理、幼稚な発想でむしろ我々の主張を色褪せさせる、行為だ。日本がいくら嫌でも、これは、礼儀がないのではないですか？本当に恥ずかしいことであって、精神勝利と何が違うのか？過去にこだわり続けると未来は続かない。本当に情けないですね。なぜ不必要な感情で相手を刺激するのか？